まず1点目が、マクリン事件です。そして、判例勉強する際には、どういうふうな事案なのか、何が問題点か、そこに対して判例はどういうふうに解決をしたのか、この3点ですね。どういう事案か、問題点はどこか、判例の結論は何か。この3点を意識して学習していきましょう。まずは事案、何かと言いますと、在留許可の更新に関して、 政治活動を理由として不協化とすることは裁量家の逸脱来業ではないか。こうした事案です。要するに、しっかりと日本に来るための許可を取っていたんですけれども、その日本にいる間に政治活動をしたもんで、そこを一個考慮しまして、 在留許可を更新しませんでした。さあ、こうした行政側の対応は違法でしょうかとでは、順に説明していきます。まず判例はこう言います。上国人の本権活動は、外国人の在留期間中の政治活動として、直ちに憲法の保障が及ばないものであるとは言えないと。えー、つまりは、外国人なんだから、政治活動とか一切すんな、っていうところまでは言いませんよと。もちろん外国人も人間ですので、人権はございます。したがって、政治活動をしたからといって、 もう直ちにもうダメやとか、っていうことでは全くございませんと。しかしながらですね、日本にいる間に政治活動をしましたよね、ということをもって、もしかしたら更新に悪影響出ちゃうかもしれませんけどね、と。そういうふうなですね、ふわっとしたニュアンスで判例は言っています。なので原則としましては、政治活動をしましたよね、っていうところを一個の航路要素として、在留許可の更新を不許可とした。 っていうことをもって、もう直ちに即違法やとか、っていうことではありません。しかしながらですね、例外的に違法となるケースもありまして、それが何かって言いますと、法の認める裁量権の範囲を超え、またはその乱用があった場合に限られます。いわゆる裁量権の逸脱乱用。行政側にはある程度判断の幅がありますので、ある程度は柔軟に判断ができるんですけれども、その幅をですね、明らかに超えているとか、 明らかに乱用やとか、というふうなケースに関しては違法と判断がされます。また、そういうケースでは、裁判所はこの処分を取り消すことができます。この流れを意識して判例、理解していってください。では、このイメージを持っていきますと、次の問題が解除できますので、もし余裕があったら取り組んでいってください。